はい、皆さんこんにちは。今回ですね、あの噂の、ドナルドの噂のね、CM 実況をやっていきたいかなと思います。これはですね、十数年ぐらい前にですね、マクドナルドのね、CM で、やっていたね、ネタですね。まあ、あの頃はですね、あの頃ね、俺あんまり意識して見てなかったんですけどね、数年ぐらい前にですね、たまたまね、逆再生動画見たのかな、あれでね、めちゃくちゃ面白くて、で、それでね、ちょっとネタバレするんですけど、逆再生版のね、動画も上げます。で、ちょっとね、見てみたらですね、やはり、なんか聞いたことあるなって、なんか面白いなって、いうような感じがしてですね、なんかね、いくつかなんか、年齢悪いけど、小学校の頃なんか見てたなってね、小学校が、もうちょっと前かな。でね、ちょっとね、一部懐かしさをね、味わうことができました。で、ですね、これね、実は2年前かね、去年ぐらいにですね、この実況動画ね、一応上げたんですけど、アカウント消されてですね、今回ね、リメイク版をね、やっていきたいかなと思います。では、早速ね、やっていこうかなと思います。ドナルドの噂。ドナルドの噂。これはね、あんまりね、聞こえがないですけどね。ドナルドの髪はなんで赤いの？なんで赤いの？それは確かに。パラッパッパッパーっていうのもね、あんまり聞かないですよね。ピッチャー変わりまして、ドナルド・マクドナルド、ドナルド・マクドナルド。これ野球のシーン。ドナルドの名字ってマクドナルド？アイムラウデン。そう、ドナルド・マクドナルドです。そう、ドナルドの噂。ドナルドがすごい、結構運動好きらしいですね。スポーツにハマってる。なんか体結構ね、柔らかそうですよね。柔らかそうっていうか、運動神経も結構良さそうですよね。マクドナルド、ドナルドマクドナルド。前に読んだな。何を？何を読んだのかな。もうちょっと気になりますよね。ドナルドの噂。あ、これ続きですかね。パラッパッパッパー。もしもし、ドナルドです。あんなのこの辺聞いたことあるんだよね。ドナルドって喋るの？ I'm lovely。 何がおかしいんだよ。ドナルドのせめてな、会話の言うぐらいさ、出せよみたいな。もちろんさ、ドナルドはなんかこの辺聞いたことあるんだよ。今度一緒にお話しようよ。じゃあそのさっきの CM のさ、会話内容気になるんだけどさ。ドナルドの噂。クシュ。こっちの方がいいかな。これもいいな。これか、これか。ドナルドはダンスにハマってる。やはりね、運動神経結構いいですよね。ドナルドの噂。ドナルド、ドナルドは今ダンスに夢中なんだ。ほらね、自然に体が動いちゃうんだ。自然に体が動いちゃうんだ。ドナルドの噂。あ、これね、一番ね、記憶あるんですよね。ドナルドの靴ってめっちゃでかい。I'm lovely。 ドナルドの噂。ドナルドの靴はね、長いね、やっぱり。ハンバーガーがよく見たら4個分くらいかな。4個分くらい。ハンバーガー4個食べたらね、もう満腹ですよね。でね、これよく見るとね、なんかでかい手がね、細長いんですよね。横に細長いみたいな、そんな感じのようなね、個人的にはね、ちょっとね、なんか偏ってんなっていう気がするんですけどね。
ドナルドの噂。はい、来ました。これはね、そのさっきのランランドゥっていうのはね、なんかね、小学校の時にね、流行ってましたね。ランランドゥって。あれね、噂によればね、あんまりね、よろしくないね、言葉らしくですね。まあ、その詳細はね、俺はっきりわかるんですけどね。なんかそんなのね、なんか周辺の小学生、まあ、同い年ぐらいのね、当時、小学生がよくやってましたね。これは懐かしいな。 I'm loving it。 ドナルドの噂。最後ですね。で、このね、例のランランルーってね。ランランルー、ランランルー。ドナルドは嬉しくなるとついやっちゃうんだ。え、嬉しくなるとついやっちゃう。いや、それでランランルーやんの。いやどうなるのね、これ。ある意味、なんか、趣味で。これがね、なんなんでかね、本当にね、あんまりね、よろしくないことだって言ってね、ちょっとある意味ね、ドナルド言っちゃ悪いけどね、趣味あんまり良くないですよね。みんなも一緒にやってみようよ。いくよ。なんなんぬー。俺も平気でなんなんぬー言っちゃったよ。はい、というわけでね、一通りね、CM 実況していきました。多分これで全部かなと思います。ではね、次はね、逆再生版ね、やっていこうかなと思います。では、今回はここまでしたいと思います。最後まで、ね、ありがとうございました。